こんばんはこんにちはおはようございますどうもノーミルク佐藤でございます、えー、日本代表の選手と皆さん改めてお勝利おめでとうございますということで今日はパリオリンピック男子初戦えー、日本代表 VS パラグアイ代表 結果的には5対0で日本が勝った試合ですけど、この試合の構造づかいということをちょっと今日はやってみようかなと思います。試合自体は5対0で日本代表が勝った試合です。そして まあ残念なこととしては平川優選手の負傷がありましたけど、まあ、何よりその平川選手に対してもう序盤の序盤で一人ね、えー、もうアタックして足踏んだ選手がいたりしたことと結果的にはその後はそ,その後に平川選手は逆の足でしたけど今度はそこをね踏まれてまた足首ごとこう踏んでくる選手がパラグアイ側に行ってしまったとっいうところでそれで相手にレッドカードが出て日本としてはもうその前に行っても、ねえー、ありましたけど まあ結果的にはまあ5対0というか正直、その退場者っていうところで試合自体はもう終わったかなというかまあ勝負は決していたかなと思うんですがただ、その退場者がもう出る前の段階で僕は日本代表はまあ勝ったんだろうなって思えるシーンがたくさんあったのでそれを今日は1つずつまあだから要は前半20分,分ぐらいですけど そこまでのもので、いろいろ紐解いていきつつ、じゃあ、何が日本の良かったポイントなのか、逆に何がそのパラグアイがちょっと良くないなと思った要因だったのかってところを、まあ、最終的にはこのね、今この表紙に出てるような図解、なんでこういうことになったのかっていうところに、えー、紐づいていくような感じで話していきたいなと思います今日もどうぞ、よろしくお願いいたします。 ミルワカは今日この動画出ている25日の夜にはですね、えー、今度はなでしこの同時視聴をや,りやろうかなと思っておりますのでそちらにも皆さんお越しいただけると嬉しいでございますどうぞよろしくお願いいたしますミルワカともどもこちらもよろしくお願いします、えー、ということで、えー、改めてですけれどもまずは結論のところからとか結果のところからいきましょう えー、日本はパラグアイ相手に5対0で勝ちました、えー、前半、水戸俊介選手のゴール、まあ、高井浩太君、ね、右のセンターバックに入っていた高井君があの左に移ったっていうかねちょっといろいろありましたけど、まあ、高井君が左側に来た時に高井、斉藤工輝、大畑、水戸で決めていったかっこ細谷君ナイスプレーみたいなプレーでしたねでその後、まあ平川選手から、えー、ケイン選手への交代ありましたとで後半、まあ、そのままね前半に関してはそのままクロージングという形になりましたが 後半に入って、今度は右からの流れで、まあ、左側に流れボールが流れた後でしたけど、斉藤幸輝選手の、本当、あそこの、ね、タッチラインの使い方が、本当、斉藤幸輝選手、うまいなと思いますが、えー、彼のクロスから、えー、水戸笘介選手のダイビングヘッド。3点目は右側から、佐藤健二選手から、真ん中にいた斉藤幸輝選手を経由して、<laughs> 山本理人選手でゴール。まあ、これで、えー、ロンドン大会、そして、えー、東京大会に続いて、 えー、背番号7が得点していくという流れでしたかつての2回だったら背番号7が得点最初の試合でするとグループステージ突破どころか ベスト4というところではありましたが、果たして今年はどうなるかですね。そして交代選手が3人出て、その後にあったフリーキックのところで、荒木亮太郎から藤尾翔太でゴール、4点目。で、5点目、まあカウ、ミドルカウンターになりましたが、川崎颯太から藤田ジョエル千マで、細谷君からで、最後は藤尾君で決めていったという流れでしたと。まあ、そんな感じの5対0ではありましたけど、これらを全体で僕はこう構造を図解するんであれば、表紙にもあったような感じで、 僕はこんな風に見ていいんじゃないのかなーなんてことがありました一体これは何なのかってところとこれ日本側もそうなんだけどパラグアイ側の意図ってところもちょ,ちょっと混んでるところがあるのであちょっとこれはただこれ黄色ってしたけどこれの方がいいかなもしかしたら相手型のっていうところがね入ってますからこんな感じにしてみるといいのかなーなんて思うんですけど、まあ、これを含めていろいろ話していこうかなと思っておりますってことで <laughs> 図解を取った上での初期配置、こんな感じだったのかなと思います。パラグアイ、まあ、NHK さんとか国際映像だとね、3、4、3で来るんじゃないか、僕もなんか3、4、3バックっていうか、5バック、5、2、3の可能性あるのかなと思ってたりはしたんですけど、もう言ってしまえば、ほぼほぼ4、4、2だったんじゃないかなというところでした。日本代表はいつも通りの4、1、2、3で、左のインサイドハーフにはちょっとトップ下的なポジションを兼任するような選手がいるというところでのスタメンもこんな感じでございました。 でえー、ここからいろいろやっていくことになるんですが、こしゃれこしゃれ、よく間違えるんだらここ、パラグアイに比べて日本の方がちょっとアンバランスな配置ってことは言えたのかもしれないなと思っています。関根選手がちょっと右のワイドかつちょっと下がり気味、大畑選手が内かつ中気味。で 逆にインサイドハーフのところとリヒト君がちょっと、まあまあ、ここはいろんなポジションを取ってましたけど水戸選手がまあハーフスペースずっといるなぁ感というか斎藤光輝選手、平川選手はまあそれぞれいろいろ立ち位置はありましたが、まあ、後ほどまた話していこうかなというところで一番大きなこの関で大肌のところの流れだったんじゃないかなと思いますけど、まあ、ちょっといろいろ見ていこうかなと思います序盤 最初の最初もうなんか文字面だけでこうなんか試合展開得点が決まるまでとか例えば退場者が出るまでってことを言うんであればまずのまずの丸1で言うんであれば平川優の攻撃から試合が始まったっていう風に言っていいんじゃないかなと思います丸1が平川優の攻撃丸2が、えー、パラグアイのハイプレス って言っていいんじゃないかなと思うんですけど、それはまず丸一、なんで平川優のところから始めることになったのか、というか、序盤何回か平川君のアタックがあったかなと思うんですけど、あれはじゃあなんで、結果的には左サイドになりましたが、何の意図があったのかってことを見ていければなと思っています。ここなんですが、よく見てみればなんですけど、関根選手がよく、これ結局インタビューというか、試合終わった後に関根君自身も話していたみたいなんですけど、 ちょっと後ろ気味にというか、まあ、要はこの流れだと、ま、大畑選手を前に上げることを想定して、関根選手はこう3バック、関根、高井、木村ってなるような3バックのような形を取れるようなポジション。なんで、上がって前、大畑のこうリンクするミラーだったらここら辺になるじゃないですか。なんだけど、 そうこういうポジションを自分たちがボールを持っているときに関力が取っちゃうと相手の選手はできるだけちにこう守るような形になりますから要は高井君からのパスコースいわゆる高井,から高井がボールを持ったってなったらこれってもうジョエル君のところはもう失ってるから 戻す国防、まあ、戻す木村もしくは渡す関根まあ、ロングボールはあるにしても近場のポジションというか自分からパスを出そうと思ったらほぼほぼこの3択しかないんですよねただ関根選手がちょっと下がっていたことによってそこに来るかもしれないっていう風に相手の最多の選手も思っていたところがあったからそうすると高井君的にはもうまっすぐ平川選手のところまで届くって形なんですよねっていうので平川君からまあ行ける状態は整っていたんじゃないのかなというところではありました でそこから何回かアタックすることによってえ全体、えー、パラグアイのディフェンスの全体が平川サイド側に寄ってくるなんていうケースはありました。で、思えばこれって U−23 ア,アジアカップの時でもこのパターンってあったんですよね。まあ、これ、平川じゃなくて山田風紀っていうところでそれがあって左サイドからの攻撃になったかなってところがあったりしましたけど、で、その丸1の平川の攻撃が終わった後ですね。 その次のところでは、えー、見てほしいなと思うのは木村誠二選手の視点でしたこの試合2点取っていったのが水戸選手とあとは途中投入された藤尾選手あとは3点に絡んでいったいわゆる2アシストしたのが斎藤幸樹選手とかで他にアシストした人選手で言うんであれば大畑選手がいるし細谷選手もいるしあとはゴール得点取っていったと言えば 山本理人選手もいるよねってところがあったりするんですが僕はこの,、えーこのね、日本代表チームこの序盤の MVP を上げるんであれば僕は木村君って言っていいんじゃないのかななんてことは思っていましたこれはなんでかというとこれむしろ J リーグ普段見てらっしゃる方とかにちょっと知っておいてほしいなって思うんですけど思えばさこの青が下から上に日本が攻めていて赤が上から下、まあ、これパラグアイってことで、ね、書いてたりしますけど おなんかこの4 1 2 3型のチームって今年の J リーグ序盤多くなかったですか浦和レッズもそう、まあ、今でももちろんね、えー、やってるチームもありましてセレッソ大阪 川崎フロンターレ、今、横浜 F ・マリノス、京都がかなずっとやってたりするってところはありましたけど、ただ序盤から4 4 2型のプレッシングチームが、この4 1 2 3型のボール回していくぜっていうチームに、そのプレスでもガンガン勝って、それでショートカウンター、ミドルカウンターから得点、または、要はシュートにまで結びつくっていうケースが、J リーグでも多く見られたんですよね。 なんでって、なんでそんなことが起きたのかって言われたら要は今回のこのパラグアイさんとも一緒ですけどアンカーにいる選手のところをセンターフォワードに入る2人で防いでしまえば中を切っているので残りはのやれることってセンターバックからすればもうロングボールかもう近場のところいわゆる外回しするしかないっていう状況になったりするんですよね。 ってことは、打ちを防いで、あアンカーにないなってことが分かったら、このセンターフォワードの選手たちっていうのは、それぞれ外側に、いわゆるサイドの方に結局はボールが回ってくるわけだから、じゃあそこで1対2とかの数的優位を作って、まあ、奪っちゃえばいいじゃんみたいなことを、まあ、普通やってきたりすることが多いっていうのは、もともとありますよねと。で、この日も似たようなもんで、パラグアイは、最初にまず日本が、じゃあ、ゴールキーパー、またはセンターバックがボールを持ちましたと。 いう風になるんであれば、まずはジョエル君へのパスコースを切りました。2人で中を消してきたっていうところでした。インサイドハーフアンカーへのパスコースを切った感じでしたね。なんでそれで行って、あ、切れたなっていう風に思ったら、このセンターフォワードたちはもうガン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 、センターバック日本のセンターバックボールを持ってるよっていう人たちのところにこうアタックを仕掛けてくる流れにはなったんですけど、それに伴って木村君がやっていたことがちょっと面白かったなというのがありました。 木村君やっていたのは、高井君にパスを出そうかなとか、大畑選手にパスを出そうかなみたいな素振りをもやりながら、急に国防レオブライアン選手に戻すんですよね。で、国防レオブライヤに入って、で、ここの木村国防でのなんかパス回しする回数って、皆さんめっちゃ多くなかったですか、序盤。あの時に、ね、やっていたことって何かっていうと、じゃあ、 この2人でパスを回そう、だけど木村君は高井君に、そして国木君も高井君にってところだったりとか、サイドの選手、またはロングボールだったりとか、何か木村以外、または国保以外へのパスコースを俺らは作るぞみたいなことをこの2人やってるんですよね。なんだけど、やってんだけど、結局この2人考えるとパス回しが多くなるってところはあるんですが、そこにこうしびれを切らしたかのように、もう対1人に対してのダイレクトアタックみたいなことを仕掛けてくるケースが、パラグアイの方々、多かったんですよね。 なんだけど、それやってるときに生じたことっていうのがまさにこのフォワード2人だけでアタックやってくる。これって 木村君と高江君、小久保君に対してのプレスって意味だったらこの2人のプレスは別に、まあ、確かにまあ悪くはないかもしれないんだけどそれってのは後ろの皆さんも含めた上で全員がやってくるのであればという話でってなると別にこのフォワードの2人って仲は消してるかもしれないけど木村君からしたら他のポジションはまだ空いてるわけなので結局、他のところを経由してジョエル君に渡るってケースが起きてしまったんですよね。 ああ、これはだめだねってことが分かったフォワード2人に関しては、なんとなくこの後なんですけど、全体的に中盤の皆さんも含めた上で、じゃあみんなで上げていけばいいじゃんみたいな感じになっていくんですよね。で、じゃあそういうような相手のハイプレスになったなと思ったら、木村君次にやったことは、はい、えー、じゃあ、浮き玉のパスやります。で、水戸選手とか。 リヒト選手とかそこら辺のところに、えー、要は相手のボランチとセンターバックの間のところにこう落としていくってことになりましたこれが結局なんでボランチまでになってしまっていたのかはちょっと分からない部分はあるんですけど、まあ、結局ディフェンスからしたら序盤からその平川に攻められたことだったり思えば左サイドも斎藤美斗あたりがぐる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 いろいろやってたりだとか細谷君がずっと相手のセンターバックピン止めしたりだとかするので正直 パラグアイのこのディフェンスの皆さんからすれば。 ちょっとこの木村対フォワードみたいなところで何が起こっているのかってちょっと把握できてなかった可能性もあるんじゃないかなと思いましたでそれに伴い、まあ、頑張ってルパラグアイの,の中盤から前はみんなで連動しようかなってところはあったんだけどボランチまででディフェンスとの連動ができずどっかにぽっかりと空間を作ってしまう形になるからじゃあ、このやり方やめじゃんっていうところでたまにこう単独でこうプレスアタックするような演出を組むとかあと7番の選手17番の選手とかやってたりしましたけど まあ正直、最初の10分間だけでも終わっていたかなというところがありました理由としてみれば、まあ、もうあれでしょうねなんか同時視聴でもちょっと言ったんですけど、まあ、今回の例えばユーロとかでもですけど、まあ、正直、あの暑さこれ夜にやってるとか例えば秋口とか春口だったらまだ春先だったら分かるんですけど夏でしょいくらこう高温多湿な地域ではないとはいえ夏でしょ あのハイプレス90分やれないよ。 まあだから結局は前半と,あと後半の最初の方ってまあ結局は20分ぐらいしかやってなかったかなと思いますけどまあいろいろ日本側の理由もあったしパラグアイの側の意図もいろいろあったのかもしれないけどまあ結局は最初、日本がこれでね木村君の回避型ビルドアップっていうところからまあ国防も入れてもいいと思うしあと、やっぱりたら大畑君が中を取っていたことだったりとかあと関根君がね右の,この後ろのところを取っていて平川へのパスコースがずっと出来上がっている最中だったからとかってこともいろいろあったとは思いますけど まあそんな困難もあって、まあ、パラグアイの正直、プレスっていうことを全く、うん、大丈夫だよっていうところでかわすことに成功していたのかなというところがありました。 そんでもって、その次でちょっと話していきたいのが、左サイドの連携、不在空間の作成というところなんですけど、これ何やってたのかっていう話なんですが、結果的にこの左サイドから点取れたって流れがあると思うんですよ。さっき言った通り、アンカーのところをフォワードの2人が見てくるなんてことはちょっとあったりしたよって話とか、あとはね、それでプレスやってきたとしても、木村区がいろんな形で剥がして剥がして、回避型のビルドアップができていたよってところを話したと思うんですけど、実はその中でもう 一人というか、もう一チームというか、えー、そこのビルドアップにうまく勝っていたなという選手たちがいて、それがこの左サイドの3人でした。斉藤、水戸、大畑というところですね。これ先ほどの図解でいうこの黄色としてここの矢印みたいなところを今日はここからは話していこうかなと思うんですけど、何があったのかと言われたら、 良かったなと思うのは、その得点にも結局絡んだ。ほんと神様って見てんだなってすごく思いましたけど、ミトちゃん、すごく、このね、脱出劇のところですごく勝っていたなというところがあって、 先ほどの関根君が降りていたって話もしましたけど結構大畑選手が高いチームに上がっていくシーンが多かったんですよねそれに伴って相手の,この右サイドハーフもそこについていくってことがあったんですけどそれに伴ってできたのがこの左のここのいわゆる木村大畑のいわゆる旧大畑がいた空間というところが誰もいない状態になったんですよね大畑か相手の右サイドハーフがいたところに逆にだから水戸ちゃんがこうやって降りてくることによって 今度、この左のいわゆるハイアスペースのところが誰もいなくなるってことにはなるんですけど、ただ、ボランチの選手からしたらそっちについていってしまったりとかして、例えば、ジョエルがこっちにポンって来られてしまったらそこで一気にもうやばいぞってことになってしまうし、それこそ、じゃあジョエル君を見ておかなきゃいけない、両方このボランチの選手は見なきゃいけないなーっていうふうになってくると、どうしよう行った方がいいのかなーってことが、なかなか決める,ることができてい,たのいなかったのかなと。そこの まあ、決断力のなさみたいなことを言ってしまえばそれまでですけどそれを見抜いたのかミトちゃんが降りてきて、まあ、ビルドアップに参加ああこれやばいってなでそっちに行ったりすると結局木村にまた戻ってジョエル君へのまたパスコースができたりじゃあジョエルのとこに行きましたってなったらこ空いてるボランチの選手が行かなきゃいけないっていう風になるんだけどそうすると斎藤幸樹が中に入ってくるでそうするとジョエルからそっちにパスコースができるああやばい今度そっちに行かなきゃ戻るああじゃあ今度細谷の真ん中のパスコースがあってなるとジョエルからリヒ みたいな形でビルドアップのところから敵陣に入っていくアグレッションっていうシーンになるまでの間で誰かが日本の選手が1人下がったり1人上がったり1人ずれたりだってことをすることによって。 相手のパラグアナ選手は誰かがどっかのポジションで、まあ、空間有利状態ではあるんだけど誰にもつかないようなものが存在してしまい日本の選手はキュッキュッキュッキュとそれぞれが動き合うことによって誰かが数的優位またはフリーの選手が出来上がるっていう構図が見えていたっていうのはあったんじゃないかなと思います。 で、そういうことが起こったからこその答え合わせの先生点って僕はこれ言っていいんじゃないかなと思いますけど、全体的にこのシーンやっぱり平川の攻撃とかもあったりした後だったので、なんとなく全体がちょっと、平川側寄りだったんじゃないかなと僕は思いますけど、ほんとちょっとよ。1レーン行くかっていうか0.5レーンぐらいだったんじゃないかなと思いますけど、まあ、その流れの中で、えー、結局、木村くんがこう中にいる状態で、 高井くんがこの前を経由した上で、まあこっちのポジションに行くみたいな、そんなシーンになっていたかなと思うんですけど。で、木村、高井、関根っていうなんか3バック状態になっていて、リヒトくんが右のハーフスペース、平川くんが右の大外のとこにいるような状態。後ろ、高井、木村、関根のアンカー、ジョエルっていうシーンから始まるところなんですけど、ここなんかがちょっとわかりやすかったかなと思っていて、 で、えー、高井君にボールが入りましたってなったときにやっぱりやったのは今度は水戸選手ここにいるんだけどここは斉藤幸樹選手が下がってくる動きだったんですよね。で、それに伴うそっちにも行かなきゃいけないななんて風ふうになってて高井から斎藤に入って大畑が奥までギャーっと走っていってでそこに対してボールが供給されて。 でなんで、ここらそれぞれの選手が誰をどうつけばいいのかってことが分からなくなっていて、それで、えー、このフィニッシュ局面のところまで行くんですが、その時に左のセンターバックの選手を、まあ、細谷んが、そこをブロック、まあ、スクリーンみたいな感じでしたけど、それでやっていて、えー、そこをポケットで取って、マイナスの折り返しからのミトレゴールみたいな流れになったというところでしたね。もう本当、分かりやすくでしたけど、序盤からのところでいったら、まあ、関根くんが。 右の奥をこう引っ張るような感じ。リヒトくんが中に乗っ残ってるから相手のボランチをピン止めした状態で、それでいて、関根くんにもこの相手の左サイドハーフはつかなきゃいけなかったってところがあるから、まあ高いからの平川みたいなパスコースが序盤からまずは出来上がっていたようで、リヒとくんと関根くんはあえてこう近づかない、関根くんがインナーラップをしないことによって、この平川からのまあ1対1の構造ってことが出来上がっていた。 もう5バックとか3バックとかパラガイをやれる要素はなくはなかったかなと思うんですが結局、平川選手にパンとボールが入ってしまえば相手のサイドバックの選手は上がるというよりまず平川を止めるということがまずは現実的にやらなきゃいけなくなるという風になってくるのでもうここでまず止めなきゃいけないからというのでだんだんちょっとね動きが鈍くなってたかなというところがありました。 でその攻撃があった後相手がこうプレスやってくるんですがよくよく見てると細谷君が相手のセンターバックを2枚こう見ている状態そして、えー、ジョエル君のところをセンターフォワードのこの2人がこうずっと見ているような状態でもあったのでジョエル、細谷のそれ,ぞれ2人それぞれ1人ずつがですね相手の2人ずつを見る状態だったでプラスいえば関根君が相手の左サイドハーフを平川君が相手の左サイドバックを見るような形なのでここはもう1対1で出来上がっている状態で でなおかつ、ある意味斎藤工輝がまあこうやって斎藤工輝が下がるシーンもまあありはしましたけどまあ結局斎藤工輝もじゃあ見る大畑選手もじゃあこれそれぞれサイドで見るなんてことになるとビルドアップの2人のところがまあある意味では空いてる状況国母選手もじゃあそこが空いてんだったらここにこうブロックしに行かなきゃいけないじゃないかブレスしに行かなきゃいけないじゃないかっていうふうになると今度このピンクのところにいたはずのジョエル君のマーカーを2人がいなくなったりするのでインサイドカーフで フリーにこうね動くことができていた水戸選手だとかと、か相手の動きがちょっと変だな、チーム全体連動してないなと見るやいならビルドアップから回避して、木村、高井、水戸、ジョエルあたりのところで敵陣への侵入が可能になっていたよというところがありました。で、敵陣に侵入したりすれば、あまりこのセンターフォワードたちはそこまで降りてくるなんてことは、結果的には最終的にはやってましたけど、あとはもうどっちかのサイドうまく使えばいいじゃんって形になっていて、主にそれが効いていたのが左だったと。 で水戸がじゃあ前に行きますとか大畑が前に行きますってことによってこの黄色だとかの位置で基本的に3対2だとかの数的を作ることができた。 斎藤が中に、まあ、水戸が下がってビルドアップに参加して、で、大畑がこのちょっとね、曖昧な位置ですけど、そこ,こら辺までいた後に斎藤後期が中に入るっていう風になると、相手の右サイドバックの選手は、この青の位置でずっと、どうしよう、どうしようっていうような形でしたから、あえてここの不在の空間なんてことを作ったのが上手かった、ビルドアップの時に、ここをいきなり何か使うってことはないですからね。 だったら誰かが下がって手助けをする。で、一レーン一レンまずは攻略して前に行きましょう。で、そしたら戻ってこない人もいるから、一つの例のところでうまくやっていきましょう。まさに先制点のシーンなんかは、これちょっと前のなんかフロンターレっぽい感じでもありますけど、後ろにサポーターの選手が一人いて、 で前もサポーターの選手がいてで、その間のところでやらなきゃいけないところを数的優位と個人技というところの連携性で相まって奥まで侵入していって、まあ、点を取るという流れがうまくできていたというところがあったかなと思います。なので、これ左のところで成功して、まあ、その後右側の選手で結果が起きてしまったからというのはありましたけどただ、もともとこのチームは右の関根、李紀と平川、括行、あとは山田風紀なんかもそうですけど藤尾翔太なんかもそうですけど、元々そういうい 連携はでできてるるチームでもあるからこれ左でこうやってわーってやったら結局今度左側を警戒しようってことになるから右側が平川サイドが今度開くとか平川も外に張り出してるっていう風になったらインナーラップで関根とリヒトプラスジョエル細谷みたいなところから今度斜めにアタックしていくってこともできたはずですよね。要は 関根がこんな感じで攻めていく。で、細谷が今度こっち側にいて、平川が1人サイドのところで、えー、張って、こうやって見てるっていうふうになったら、関根も上がっていく。この間がめっちゃ開く。で、ジョエル真ん中取る、ここのリヒトのところはピン止め、ジョエル、関根みたいなところから、 ホスやの裏経由してそこに例えば平川がそこでパッとやってくるだとかそういうこともまあできていたんじゃないかなと思っていてパラグアイ側はなかなかその直前の親善試合テストマッチのところからうまくいってなかったところはあっておそらく日本がフランス戦やったいいテストマッチができたのとはちょっと違う形ではあったのかなと。 なんで、こういうのはまあいわゆるピッチ上の原理みたいなのか,とか最終的には働いたかなと思いますけどやっぱり国としてとかチームとしての,そのマッチメイクだったりその初戦までの入り方だとかそういうのをどこまで研究できているか結局、パラグアイって前回,日本前回はアテネオリンピックなんですってね出てたのが。 なんで、オリンピックっていうと、こう、連綿とこう、何かこう、続いて強化していたか、できていたかって言われたら、そういうことではなく、いわゆる20年ぶりになった。で、まあ、その時は結果残してるってところはあったけど、言うても20年経っている。えー、オリンピック、日本はその間ずっとアテネ出た、北京でいた、北京も出た、ロンドン出た、で、あとリオも出た、で、まあ、開催地だったこともありますけど、東京も出たっていうところで、まあ、ずっと強化できていたっていうのもありましたから、誰とどこでどんな風に、えー、マッチメイクするとか、じゃあ、 どこをキャンプ地とするとかそ,とかそういったうものも含めた上で冷静に安定していろんなことができていたからこそ準備が万端だったんじゃないのかなというところがありましたなのでまあ試験とかもだったりそうだったりね我々もしますけど100%のものを100自分たちの実力みたいなものを100%こう発揮できるような環境をうまく整えられていたってことがちょっと大きかったんじゃないのかなというところで思ったよということでえパラグアイ制の構造使いという動画でございました えーまあ、次、もちろんマリ戦だとかイスラエル戦で、まあ、勝ったりだとか、次も冷静にこういう判断、ちょっと大人なサッカーを展開するってことが日本代表必要なんじゃないかなというのはありますけど、それができていた前半の、ね、相手が退場者を出すぐらいな感じでしたから、それまでの間、冷静にしとぎきっていたところを次の試合、またその次の試合でも見せてくれれば、決勝トーナメント含めていい結果を残せるんじゃないかなと思ったよという次第でございましたという、そんな動画でした。 改めてですけど今日の夜はですね、えー、また同時視聴今度はなでしこの試合を見ていきたいなと思いますので皆さん見るわかりにてそちらの方もどうぞよろしくお願いします野見る佐藤でございました。皆さんありがとうございましたそれでは